ベルイーキ・ソローチンチは、ウクライナ・ポルタバ州・ムイールホロド地区に位置する村である。中世には、クラスノピーリと呼ばれた。1620年代からソローチンチ町として知られるようになる。1648年までは、ヤレーマ・ビシュネベー地区以降の領土に属していたが、フメリニツキーの乱により、コサック国家へ編入された。以後、当国のムイールホロド連帯の百人隊の、 中央町となった。18世紀末に平マ万国家がロシア帝国に併合されると、1791年にポルタバ県ムイールホロド軍ソローチンツザとの中央町に変わった。1900年の時点でソローチンツにおいて1514個が存在し、8882人が住んでいた。また、7つの学校が設置され、 一年に五回ほどの大きな種が建てられた。二十世紀前半に、ウクライナソビエット社会主義共和国の農村となり、ベルイキソローチンツに改名された。1925年から1931年までの間は、この地で銃殺された、ウクライナの政治家、イエヘーン・ネロノービチにちなんでネロノービチと呼ばれた。百九十一年に、ウクライナがソ連から独立すると、 ポルタバシュームイールホロド地区に編入された。ありがとうございます。